なんかわーって感じで喜べないんですけど、まあ、1年間通しての結果なので、まあ、これを次につなげていきたいなというふうに思います。まあ、今日の試合でやっぱりこう先週の試合よりもレベルアップしたところを見せられなかったりとか、やっぱりこう優勝を決める試合っていう中でなかなか自分たちももっとゴールにこう向かう姿を見せられなかったっていうところで、やっぱり悔しい部分が大きいなっていうふうに感じます。自分のゴールでやっぱり優勝決めたっていうのはちょっと嬉しいでしょ。ちょっと嬉しいですねどうですかあのゴールちょっと振り返ってもらって。まあ、なんとなくゴールが来そうだなっていう雰囲気がこう後半はかなりあった中で、やっぱりあの場面で落ち着いて決めるっていうのはこう勝ちたいとか点を取りたいという気持ちを、まあ、前面に出しすぎずうまくそこのバランスを取って冷静に決めれたのは良かったかなと思います。まあ、今シーズンは中田監督になって結構新しいサッカーで目指していろいろ苦しいところがあったと思いますけど、私はシーズン最初プレーをできなかったので本当にこう外から見ているだけだったんですけど、あ、すいません、いいデビュー、やばい、虫入っちゃったじゃあもう一回いきますね。シーズン最初はこう外から見ているだけだったので、やっぱりみんながこう新しいサッカーに適応するのにこう苦労しているなっていうのを外から見ていて、まあ、自分はそこで遅れを取ってしまっているなっていう焦りがあったんですけど、試合に出れるようになって少しずつこう慣れてきてはいるんですけど、まだまだだなというふうに感じるので、なんかもっと成長できるんじゃないかなと、まあ、選手としてもチームとしてももっとレベルアップできるなっていうふうに感じます。今日の試合ではこうまだまだな部分しか見せられなかったと思うんですけど、皇后杯に向けてさらにレベルアップして新しいベレーザをまた見せられるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。